はい、中本博修です。本日は、10月12日月曜日、体育の日ですね。今日の見出しからなんか一時ワンポイントレッスンしたいと思います。今日はですね、こちらに、紅葉が残る中、初冠雪した富士山の記事が出てますね。綺麗ですね。紅葉に対して真っ白に雪が積もってますね。今日はですね、この初冠雪の初って、初ってこの初っていうのですね、美しい書き方について解説をしましょう。まずですね、この初冠雪のこの御宿誕書をこう見ましょうか。ここにこうありますね。御宿誕をちょっとよく捉えて書いてますね。これ見ますと、ほとんど半分ぐらいに、これは御宿ですね。御宿でこう書いて、まあ、活字か真横ですね。真横になって、これはこう書いて、で、こうなってて、そしてこの御宿体は面白いですね。こんな書き方してますね、御宿体。こうなってますね。そしてこの真横、ここから真横からこう切って、ここからぐーっと下まで同じ高さまで来て、ここからこうなって、これがぐーっと来て、ここまでこのように書いてますね。面白いですね。御宿体こんな要はこんな書き方してるんですね。これをですね、ペン習字ではですね、辺っていうのはこうして御宿体で、ここからこんなに出っ張ってますけど、ペン習字ではですね、ここの右足をそれように書くと美しいんですね。そうするとこの作りに対して邪魔しないですね。こういうふうに書きましょう。ここのこの葉、この幅の取り方ですけども、今刀の方が広くなってますけど、この幅をもう少し取ってもいいですね。こうしてもう少し横幅をこう広げて、でこの刀の幅をちょっと抑えて、こうにしますと、この文字のこの辺の空間のこの辺の間がですね、より均等。これちょっとこっちは狭くて、こっち広く、こっちはちょっと広めで、こう狭く感じますから、こんぐらいの方がいいですね。そして作りはちょっと上に上がるぐらい。これが、初の美しい書き方ですね。でこの示す辺ですけども、衣辺ですけども、こう強い右側になってますね。こんな右側にリズムです、はい。型の作りの右側にリズムは少しここ弱めに書きます。いつもですね、横線は同じ右側のリズムでっていうのは不自然なんですね。それはまあペン字のお手本などでもそういう書き方をしている、書籍もありますけども、全部均一の角度で書いていきますと、もう活字的になりますので、書っていう字はこう書いて、こうし、辺は右足のリズムをちょっと強めに書きます。そして作りはリズムをちょっと抑えます。このように書いてください。これは楷書の書の美しい書き方ですね。ここをこう少し揃えるように書くことですね。ではちょっと崩し方を書いてみましょう。この衣辺ですけども、崩しますとこうして、ここに書いちゃうんですね。そしてこちらに刀を書きますから、ここに書いてるんですね。もっと崩しますと、こう来て、こう来て、このぐらいの書っていう書き方もありますね。
あとですね、この衣面の名残がありまして、こういう崩し方もあるんですね。こうして、はい、こうして、ここの点、この点をですね、ここら辺にこう点打って、そしてこう刀を書く。そのために、行書、草書体ではですね、発っていうこういう崩し方をするケースがあります。こう、この部分は余分のように見えますけど、この部分を表現してるんですね。もう一回書いてみますね。こう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 書いたり、あるいはもっと崩しますと、こうしてもこうなって、発っていうのはこういう崩し方もします。皆さんはですね、このぐらいのデザインで覚えておかれるといいですね。以上、本日10月12日月曜日のワンポイントレッスンはですね、富士山に初冠雪という記事がありましたので、初冠雪の、初っていう字の美しい書き方について解説をしました。以上、これで中本白書のワンポイントレッスンを終わります。